やりぬっこを育てるキッズコーチ、ミスターおかっちです。子供と接するときというか、もう僕が人生において最も大事にしていること、それは自分をご機嫌にすること。もうこれ以上に大事なことはないって思ってるんです。僕が不機嫌やったら心に余裕がなくなって子供の悪いところが見つかる。そしてちっちゃなことでイライラする。そうすると子供はまた怒られた。お父さん僕といると楽しくないんだ。僕はここにいない方がいいんだっていう風になってどんどん自己肯定感が下がっていく。だから自分をご機嫌にすることを何よりも優先してます。僕がご機嫌やったら心に余裕ができて子供のいいところが見えてくる。そして今日も勉強頑張ってるね、新しい漢字5つ覚えたんや、今日も楽しそうやねって素直に言葉をかけられる。そうすると子供はお母さんいつも見てくれてる、僕といると楽しいんだ、僕はここにいていいんだってなってどんどん自己肯定感が高くなっていく。だから自分がやるって決めたことを最後までやり抜けるようになる。自分をご機嫌にしましょう。心のエネルギータンクにいい気分で満たすんです。自分のために時間を使う、自分のためにお金を使う、自分のためにエネルギーを使う。1日5分でもいいです。ママの時間じゃないです。自分のお気に入りの時間です。ちょっとコンビニ行って普段は買わへんちょっと高いチョコレートを買ってみるとか、おしゃれなカフェに行って大好きな本を読んでみる。どんなことでもいいです。とにかくあなたをいい気分にしましょう。あなたがご機嫌になれば子供もご機嫌になる。そして自己肯定感は高くなっていく。僕はそう思う。